兄弟たちよ、今日の福音を通してイエス・キリストが私たちを、少しずつ感謝の際エウカリスティアの、神秘に、導いてくださいます。もう一つの一方、ね、をさせてくださいます。イエス・キリストがこの世のための命であると、その肉、イエス・キリストの肉はこの世のための命です。で、この肉は命のパンであると、ちょっと難しいと思います。いろいろなことが、含まれていますが、今日の福音がちゃんと教会の使命、つまり私たち一人一人の使命が、イエス・キリストが私たちに与えてくださるパンとつながっているということもはっきり現れます。どういうふうに、このようには、つまり、未信者、イエス・キリストを知らない、そして教会に行かない、教会を離れている、人たちに届くんですか。どういうふうにこのパンは全ての人々に、届くんですか。大きな神秘ですね。救いの神秘です。しかし、この言葉が真理です、である。私が与えるパンは私のこの世のための肉です。この世のに命を与える私の肉です。このパンです。私たちがこのパンをいただくことによって全ての人々に届きます。でも私たちはこのパンをいただく必要があります。まあ、そうだったら簡単と言いますね。やっぱりミサに行けばそれで十分です。まあ、それはそれでけど、もっともっともっと深い、教えが今日の福音に、あります。すべての人々は神に愛されているんです。神はすべての人々に太陽を、そして太陽の光を与えてくださいます。みんなの人々、悪い人、良い人のために、太陽を昇させる。そして雨もみんなに与えてくださる。つまりみんなを生かす、みんなに命を与えますでしょ。だけど私の肉はこのように命が与える、命を与える、どういう意味ですか。物質的な命だけではない、兄弟たちよ。イエス・キリストが話しているパンは永遠の命をもたらすパンです。不滅の命のことです。全然違うんですね。で、もちろん私たちは感謝の祭儀に行ってそちらにご世帯をいただいて、そしてみんなに届かせる。どういうふうに、私たちの生き方、私たちの話し方、私たちの態度を通して、このパンは、この命のパン、不滅の命のパンはみんなに届きます。それはそうですけど、もう少し、含めましょう。もう少し進めましょう。続けましょう。兄弟たちよ、あなた方の先祖がマンナを食べたが死にました。ポイントはこちらにあります。兄弟たちよ、このマンナは神の恵みのです。神の恵み、私たちがいろんな恵みをいただきます。私たちが いろんな印を見て、その神の印、神の愛の印が私たちを
お私たちに与えられています。時々病気が、癒される、時々仕事を、得る、健康、そしてある女性か、ね、若い男性が神に祈ってお願いします、良い人を与えてください、良い主人、良い奥さん与えてくださる、もちろん与えられていますよ。そしていい家族、子供たち、奥さん、主人、全部恵みけど、全部マンナです、全部マンナです。神に与えられているものですけど、それをいただくと死ぬ。つまり主人、奥さん、友達、健康、お金などによって私たちは不滅の命をもらわない。あっても死にます。本当の喜び、本当の幸せはそちらにないということです。あなたがこの経験をしましたか？あなたは教会に選ばれたのはその経験をするため。教会にいてない人々はこれさえも知らない、神に恵まれているということを知りません。自動的に生きる、あれがあってあれがあってあれがあって、その問題にぶつかって逃げたり、そしてまあ仕方がないながらこの事実を背負ったり、その事実に入ったりするとけど、ほとんど無意味なことです。歴史はそのままです。なんとか解釈しようとしていても、やっぱり深くまで解釈ができない、意味がないんです、ね、私たちが墓地へ向かっていますと。しかしイエス・キリストが言ったのが、私が与えるパンはこの世の命のための私の体であると。ここはポイントですよ。つまり感謝の祭儀は私たちのためだけではない。感謝の祭儀には私たちがいただくパンは非常に大切な、糧です。イエス・キリストご自身です。そして聞いてください。人間は、あなたと私は一つのことを経験しなければならない。そしてみんなその経験をする、に違いありません。つまりいくら恵まれていても結局死にます。すべては過ぎ去る、取ることができません。ポケットに入れていつまでも保つことができない。こういう経験をすると二つの可能性があります。絶望する、あるいはまあ仕方がないから、まあなんかね、冷たくてもう人生はこんなもんであると、いろいろあるから、もう良いことがあれば悪いこともありますから、あの死ぬまで、行きましょうということか。人間はパンパンパン、つまり物質的なパンだけで生きるのではなく、神の言葉によって生きる、人間となった神の言葉によって生きる。ああ、今日の福音にはこれが書いてあります。私の父、御父、神の言葉を聞く。御父が言うことを聞く人は、彼によって教えられて、導かれて、教育されて、導かれて、私のところに来ます。私はこの人を引っ張る。ああ、クリストご自身が私たちを引っ張る。けど、イエス・クリストが、御父の言葉によって、御父が言う言葉によって私たちを引っ張る。今わかる？これは選ばれたものしかできないんです。御父の言葉ははっきり、わかるのは聞くのは教会の中です。しかし、別のね、別の形でも、ね、御父が全ての人々を導いています。
すべての人々に教えてくださる。どういうふうに彼の言葉を聞かないのに、なんであなたの隣の人、全然神の存在を信じない、知らない人は神に教えられているのか、導かれているのか、事実を通して、毎日毎日毎日の事実を通して、つまり、すべての恵みによって、ちょっとだけ進むことができますが、このようにちょっとだけ生きることはできますが、不滅の命、永遠の命が与えられない。面白い。神がすべてを与える。司る。神は全能の神です。すべての人々の父である。だからすべての人々を導く、すべての人々を司る。この歴史を司る。けど、この恵みさえも、印だけです。だから人間は、すべての人間は、すべて、私たち、キリスト者である私たち、未選手と同じように、この、限り、この、限られている、すべての、ものを経験します。すべてのものには、限りがあるということを経験すること。それによって、神がすべての人々を導いています。歴史を通して、その病気、その失敗、その問題、その、など、人間関係の難しさ、など、それによって、人間は、そのために、そのためだけ、つまり、結婚するためだけ、仕事行くためだけ、勉強するためだけ、名誉を守るためだけ、に、生まれたのではないということを少しだけでも分かるようになる。なんか分からなくてもけど、心の中には何か小玉がする。失敗した時には失敗です。乗り越えたかったができなかった。これは全ての人々でも、私たちはイスラエルの民と同じように選ばれたんです。何のため？みんなに光る、みんなに教会の中にするのできる経験を伝えるため。で、私たちは教会の中で何の経験をするんですか。みんなと一緒、全てのものには限りがあるということを経験するけど、それに重ねて神ご自身が自分の言葉を通して私たちに教えて、教会の布教を通して私たちは神の言葉を聞く、本日の言葉を聞く、そしてイエス・キリストに引っ張られる。で、イエス・キリストが私たちを引っ張ることによって、私たちはキリストの体をいただく。キリストの体と一体となる。だからキリストが私たちを引っ張ることによって、私たちに自分の体を与えること。この命のパンは私たちが知らないものです。イエス・キリストが別のところでは、ヨハネの福音の別のところでは、弟子たちにこう言います。私の食べ物、私のパンはあなた方が知らない。私はあなた方が知らない食べ物を食べなければならない。それは、御父の技を行うこと、神の御旨を果たすこと。あは、キリストに引っ張られることは、御父の身胸を果たすことです。はは、マナ、何ですか？わかる？私たちが神の身胸を知らない。だから、このパン、毎日、何であるかを、どこに現れるか、どういうふうにキリストが私たちを引っ張るのを知らないんです。マンナと一緒。だから毎日自分を出なければならない。でもその自分を出るのは神の技でもあります。神の恵みです。神の言葉を聞くことによって私たちが自分を出る。キリスト、つまりキリストの肉。つまりあなたと一体となったキリストの肉。つまりあなたの肉。キリストの肉となったあなたの肉。はみんなに届きます。